青春、それは未来へと続く。荒れ野に咲く花のように、清らかな清流のように、誰の心にも生き続ける、それが青春、青い草の。就職のために地方から大阪や東京などへと大きな夢と希望を抱き、時には不安も抱えながら都会に集団就職列車で出発した多くの子どもたち。当時を振り返っていろいろな思い出などこの歌に寄せて、かつて自分が体験した青春時代のことなどを振り返りながら、一人のある男性の方から寄せられたお便りである。昭和35年の春、私たちの乗った集団就職列車が上野駅に到着したのは、まだ星がうっすらと見える明け方でした。構内に響き渡る上野、上野というアナウンスを聞き、ああ、憧れの東京に到着したんだなぁと実感しました。ホームに降りると、その嬉しい気持ちとは裏腹に、急に緊張感と不安感が込み上げてきました。勤め先は缶詰の機械を製造する会社でした。社長さんの、君は青森だね。実は、私も実は青森なんだよ、という言葉を聞いて、不安が少し和らいだのを覚えています。寮で私たちに与えられたのは、大部屋の2段ベッドの下の段、畳1畳分が東京での生活のすべてでした。今でも忘れられないのは、到着したその日の夜のことです。ベッドの上で持ってきた柳氷をほどいてみると、中からせんべいと干し餅が出てきました。母が案じて忍ばせてくれていたのです。弘前の駅で
体に気をつけてな。月に一度は手紙を書いてね。辛くなったらいつでも帰ってきなよ。そう言っていた母の顔が思い出され、辛くなったら食べようとそのまま柳氷の中に戻したのを覚えています。それから3年がたち、仕事にも東京での生活にも慣れてきた頃、突然友人からの電話がありました。久しぶりに仲間で集まろうというのです。集合場所は上野の西郷さんの前と決まりました。久々に見る友の顔、そして上野駅が懐かしく目に飛び込んできました。私にとって上野駅は都会の中のふるさとなのです。初めて伊沢八郎さんの「ああ上野駅」を聞いた時は、弘前駅で何度も振り返ってみた母の顔や、不安を胸に降り立った上野駅のホーム、そうした情景が思い出されてきました。そして泣けてきました。以来懐かしい友人と集まるたびにこの歌をみんなで歌っています。ああ上野駅は集団就職列車で上野駅に降り立った私たちの人生そのものなのです。お金の畑仕事も災い大変じゃろうな。今度の休みには必ず戻るから、その時にはおっちゃんの方もおっぱの方ももうよかっちゅうまで立たんでやるから、それまで元気で待っててくれよな。あれから泣いていたという、ずっと泣いていたという、責めてくれるな若き日の恋の真似事、幼子、俺の心の景色から消えぬ別れの一本過ぎよ、別れの一本過ぎ。抜け渡りてるな。
共に歩んでいく人生の並木に。それができれば尋ねはしない。もう一度会いたいあの人に。もしもやり直せるのなら、長崎の女。遠いあの子が暮らす街、東京の日をいつまでも。